猫寺は、香川県高松市中山町にある、天台集団立の寺院。五色台の西方の中原に位置し、四国八十八箇所霊場第八十二番札所で、霊場中十番目の高さ。本尊は、千寿観音。紅葉の名所で、その期間は駐車場が渋滞する。本尊に真言、御馬皿たらまき陸蕎麦かごえか、酔いの間の身を振る。 死の消えぬれば後こそ、金の権行の声辞伝によれば、空海が、公認年間にこの地を訪れご式代の五つの、峰に、金剛会のご地如来を監督し密教の修行に、ふさわしい大地であるとし、その一つである西方に一を建立し五大名王を、祭り、化造院と称し、主上の松代祭道を祈願する、ごまともを手法したと伝えられている。その後、円賃が、 天朝9年に訪れた際、山の鎮守である、一の瀬明神の化身の叔父に、蓮華国の霊木で観音像を作り、観音霊場の道場を作るよう告げられた。すぐさま遠鎮は、千樹観音像を彫像し、千樹院を建てて安置した。この霊木は、香木で切り株から方向を放ち続けたことから、この二院を総称して、猫寺と呼ばれるようになったという。 後白河天皇から直眼書として記憶も厚く繁栄したが、戦国時代には陛下に愛推理した。しかし、慶長年間に高松城主、伊駒和正が復興、さらに漢文四年高松藩書大藩主、松平頼繁が再興した。なお、この時新言宗から天台宗に改修された。牛木江戸時代の初め頃、この地には、 牛木がいて人や家畜に危害を加えていた。そこで、弓の名手であった、山田クランド高清に退治を依頼した。高清は三本の弓で見事に牛木を退治した。高清は退治した牛木の角を切り取り、猫寺に奉納し、菩提を弔ったと伝えられている。現在、猫寺にはその牛木の角と呼ばれるものと、牛木の姿が描かれた掛け軸が伝わっている。 白猿ケヤキ門の左側の林の中に、牛木像がある。山門をくぐり25段下り進むと、今度は、上りの一段があり、上がっていくと右に、大志堂左に、農協所がある。さらに石段を上がり上り詰めると正面に本堂が、見えるが、左の薄暗い回廊の中をめぐって、合計135段上がると本堂に至る。 さぬき変の道根コーデラ道和シボンデラ。ありがとうございます。